はい、ということで、まあ、簡単に振り返りさせていただきたいかなと思います。今日の巨人戦、まあ、と言いつつ、まあ、今日は、まあ、小川が今日も、まあ、前回もね4回4失点で早い段階でノックアウト食らったんですが、今日も 2.1 回6失点と、なんかこれに、俺もう3回目ぐらいかな、なんか 2.1 回6失点見るの。いや、マジでこんなもん、マジでそれぐらいじゃない？それくらいに超頻繁に失点、なんかこんな3イニング持たずに6失点みたいな、なんかある気がするわ。なんか今日、なんかツイッターでなんか、ディード、もう今日もで、ディードがどうこうで超荒れて、それに慣れてる、そのなんかリードがどうこうで慣れてる、そのツイート見て慣れてる人も含めて、なんかぐちゃぐちゃになってたけど、ヤクルトファン界隈のツイッターが。なんか、まあ、そもそも、まあ、リード確かに読まれてる読まれてないっていうか、まあ、そもそも読まれて、100% 読まれてないとは、まあ、言い切れないんですけど、もちろん、わかんないんで、そんな確証はないんで、でも絶対に読まれてないっていう確証はないんで、そこは言えないんだけど、まあ、そもそも、なんていうんだろうな、嫉妬が大きすぎて、なんかリード云々じゃなくないっていう、やっぱりまずそもそもね、今日の北村のスリーランも圧倒的嫉妬だし、それで言うと昨日も石川のホームランも嫉妬やし、なんかまずなんかリードが読まれてるとかリードが悪いとか、それ以前に普通に小川の出来がやっぱ良くなかっただけだと、まあそのリードも関係あったかもしれないけど、まあ、それ以前の問題なんだよ。甘い球が多すぎたっていう、そこやと思うんですけどね、やっぱり、っていう感じで、まあ、あと、まあ、一応最近期待の星も大下も一応失点しちゃって、まあ、大下に関しては丸見逃し三振で、見逃し三振取ったなんだバックなんだっけバックドアフロントドアかな、左バッターのインコースのボールゾーンからストライクゾーンに入ってくるシュートかな、あれがすごい良かったから、まあそこは見どころだったけど、結局2イニングで3奪三振だから、まあそこそこ良かったんだ、どうなんだろうな、小林にタイムリー打たれたんでそこがなんかちょっといただけなかったんだけど、ピッチャー陣はなんかみんな軒並み嫉妬なんですよね。坂本も結構嫉妬多かったし、マジで良くなかった。打線に関しても、まあ、今日も目覚ましく打った選手はまあいないと。まあ、サンタナが久々にマルチで、元山もマルチで、いや元山がマジで上げてきてるな。なんか西浦も一応、あれ西浦って昨日人打ったっけ？今日だっけ？昨日か、昨日人打ったんか。元山今月間打率がなんぼかな？月間打率が2割9分5厘44打数13安打。OPS が7割1分3厘。普通に活躍してるわ。マジで、元山がちゃんと今日もマルチで、しかも通算打率が2割5分って結構高いと思うけど、ここまで来て2割5分って割と、いい線いってると思うんで、元山が割と順調にバッティングはアジャストしてきてくれてるのが、まあ、今日の収穫感度ってところかな。あと、内川も結構よくって最近、内川が、まあ、今日もヒット打って、今通算打率が2割3分7厘かな、今。2割3分7厘なんですけど、月間打率で見ても、今日ヒット打ったことによって11打数4安打で3割6分4厘なんですよね、内川。で、今日初めてかな、ツーベース。だから長打が出たのが多分今日初めてだと思うんですけど、ツーベースを打ち、まあ、かなりアジャストしてる。しかも今月、なんかその、凡退する打席の内容も結構良くて、ちゃんと粘ってで、いい打席が続いてるから、内川はちゃんと、まあ、そのコロナの関係で、まあ、離脱してから、まあ、若干不調な時期、まあ、上半身のコンディション不良もあって、まあ、ちょっとあれでしたけど、まあ、最近ちゃんと上げてきた。しかもなんなら3月の月間打率見ると17打数5安打、まあ、この出始めの3試合かな、3試合で17打数5安打2割9分4厘でしっかり打ってたんで、まあ、その調整がしっかり済んでいればまだまだ内川も活躍できるっていうことが割と証明されてるんじゃないかなっていう気がするんで、後半戦、多分、オスナ・サンタナがスタメンで出て、内川は代打からってことが多いと思うんですけど、それこそ、今、川端が出てるようなところを、ピッチャーによっては内川が出るようになって、で、決勝打打って川端みたいに ヒーローになるみたいなね。そんなこともなんか、ありそうなぐらい最近は調子上げてきてるんで、前半戦もちろん、あと十数試合もちろん、後半戦からもね、ちょっと、代打での活躍がかなり、できます。まあそんな感じですかね。で、
まあ、あとは、まあ、今日戸田が結構2軍の試合がまあ結構よくって、まあ、今日はシモ、カテカル、丸山、木澤っていう、まあ、全員ルーキーなんですけど、まあ、こちらの4人が、まあ、登板しまして、まあ、特にシモがめちゃくちゃよくって、まあ、シモが今日初先発で3イニング投げたんですけど、34球で被安打1、無四球の5奪三振ということで、僕ちょっと見てたんですけど、まあ、結構低めになんか基本的にほとんどボールを低めにまっすぐまっすぐ系スライダー系もしっかりほぼほぼ低めに集めることができて、結構コントロールもいいし、なんかなんて言うんだろう、それこそ石川とかそういうタイプに結構近いようなピッチャーなんですけど、まあ、しかもさすがに高卒1年目で育成なんでまだまだ支配下ってところはちょっと遠い気はするんですけど、なんか順調に育てばこのまま支配下、まあ、あと 2,3 年後くらいには、早くて2年かな、わかんないですけど、どれぐらいわからん、最初ワンチャン来年くらいわかんないですけど、なんかガチで良さそうだったからめっちゃ楽しみで、カテカルも152キロかな、確かプロ入って初めて150キロ台出したみたいな話をどっかツイッターかなんかで見たんですけど、カテカルも結構良くて、で丸山ちょっと見てなかったんだけど、ごめんなさい、丸山ちょっとどう2回1してんだけど、どうだったんですかね。で木澤も、まあ、一応ちょいちょい見て、なんでちょっとなんで丸山だけ見てないんだって話で、丸山も普通になんか投げ方的に楽しみなピッチャーだから、まあ、本当は見とかなきゃいけないんですけど、まあ、あと見ときます。で木澤もなんか今日、まあ、戸田のガンなんで156キロぐらいかな、156ぐらい最速で出してて、まあ、一応戸田で156ってことは、まあ、おそらく、まあ、1軍だと神宮やと152、3とかだと思うんですけど、でスプリットも140何キロとかそれぐらい投げててめちゃくちゃ速くて、まあ、なんか割と早打ちだったからすんなり抑えられたこともあったかもしれないですけど、木澤もなんかちゃんと、なんか木澤に関しては最近なんだっけ、なんかアメフトのどっかの外部のトレーニング施設かなんかに予想になってるらしくて、なんかその去年のドラフト時の体に戻しますみたいなことツイッターにその施設の人が書いてたんだけど、そのせいかプラス、まあ多分もちろんヤクルト側のコーチ、まあ、全体的に今日、まあ膝に限らず今日投げたルーキーのピッチャー全体に言えると思うんですけど、しっかりこの2軍のコーチ陣がちゃんと育成した成果が出たような今日の4人の登板だったんじゃないかなと思うので、結構このルーキーやっぱ楽しみですね。特に木澤とかは後半戦から特に上がってきてもおかしくないと思うんで、ちょっと期待しちゃいますっていう感じですかね。まあ、ということで、まあ、本日の振り返りはまあ以上かな。まあ、ちょっと明日なんか台風がどうこうなんかやりそうな感じもコメント欄見てたらあるんです、ちょっと分かんないですけど、まあ明日もなんとか、本当はなんかスアレスがあんまり巨人と今シーズン相性良くないからやんない方がいい気がするんだけど、なんか巨人打線めっちゃ調子いいしやんない方がいい気がするんだけど、できれば流れてほしい気もするんだけど、まあちょっとなんとかやるんだったらスアレスがね10キロ痩せたらしいんで、最近10キロ痩せたスアレスを信じろってことで、なんとか明日3立てだけは回避してほしいなと思います。ということで、本日振り返りは以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。では。